はい、皆さんこんにちは。残酷なお知らせです。残酷なお知らせ、ラジオマンジャックね、10分間楽しい話したんですよ、これ、ね、そんな通るじゃないの、はい、もうね、最近ね、いつかの問題あって、ね、いや、あの機械を良くしたんだよね、ラジオのね、これいいやつでしょ、うん、いいやつを高い、まあ高いって買った値段だけなんだけど、いいやつにして、でなおかつ、あの撮っても、あの音が通れてなかったり、よくこれそうね、そういうアクシデントね、そうそう、ダブルアクションだからなんかな、押し方、まあそれでね、あともう一つは YouTube 問題ですよ。もうこれもね、困ったもんでね、本当困ってんだ。要するに俺が YouTube に、あのアフィリエーターってね、 YouTube からお金が入るシステムになってるんだけど、押した瞬間に広告が降ってきちゃって、なんで、でおかしいのは俺の顔があるとは、ね、誰と間違えられてるの、ムカつくよ、キム・ジョンかな、そんなことね、はい、まあそんなことでね、楽しい話します。クリスマス、とにかくクリスマスについて徹底的に語りましょう。はい、いきますよ、よろしいですか。はい、それではラジオマンジャックでね、あのラジオマンジャックって最初に YouTube で弾かれたんだよ。なんでだ、音楽で、え、だってそんな音楽使ってる、買ったんだよ、買ってだよね、うん、それなのに、あのダメだって言って、うん、え、その買ったあれはどうなっちゃうの、その、いや、だからそれは、だから売ったところの問題なんだってことになっちゃってさ。でね、 YouTube ってこれね、まず YouTube なんで悪口言ってはいけないんだけど、ここでは、うん、あの YouTube ってね、要するにね、あのものすごくね、あの問い合わせとかしづらいところなの、うん、で開発者チームとようやくあの連絡が取れて、メールで、うん、メールアドレスがないんだ、ほとんど、そうだからクレームにならない。それでそこの開発チームとようやく取ってね、対応してもらってるんだけど、うん、とにかくね、ガイドライン見てるしか言わないので、ガイドライン見てやったんだけど、うん、それでもアップした瞬間ダメなんですよ、うん、写真ももうね、自分の顔だけでって、いや、あの大変でしょうけど自分に対処しますから、ガイドラインをよく見たらそうだったんですよって言って、いい加減にしろ、このガイドライン、まあね、それを見たらそうなんですよって、ずっとそうそう、もうずっと同じことをもうやってます。それでもね、もうとにかくずっとやる、はい、うん、まあそれはいいんだけどね、あの、うん、こっちの方はね、もうすでになんと、そのサンクスギビングが終わるとすぐもうクリスマス、すぐクリスマス、ね、もう今クリスマス早い、うん、もうなんていうの、有線みたいなラジオとかもさ、うん、もうクリスマスの曲流れてる、ね、音楽ばっかりだろ、うん、だからもう盛り上がってるっていうんじゃないんだけどさ、クリスマス当日になるとおとなしくなっちゃうから、うん、それまでの間パレードをやって、うん、ね、渋滞でね、要するに変なってるかな、もう大変だよね、クリスマスパレードの時に、うん、あのすごい小規模っていうか、すごい長い距離で閉鎖になるから、あの映画のほら、あれによってさ、何の長さが違うんだけど、ね、うん、クリスマスパレード上流からすごい、ラブレアンっていうか、うん、すごい上流からすごい長いから、うちの裏通りのところまでさ、うん、控え室、スーパーカーの控え室みたいな、あれ困るよね、だから俺たちが車で戻ってくることが簡単できないんだね、そう、帰れなくて遠回りしてもらうんだけど、もう困ったもんですよ、もうね、うん、ね、まあまあ、それでもね、まあ、大事なお祭りなんで仕方がないんだけど、ね、まあ、あのグローブのね、サンタクロースと、あとクリスマスツリーと、うん、雪の降るスノーの演出もすごいし、あれいいね、全部すごい、サンタさん飛んでてね、うん、いい、もう本当全部すごい、もうさっき話した残念な話がもったいないな、あの居酒屋の話とか、そうだよね、うん、もう、うん、要するにもうリトル東京行って、リトル東京の日本人街のとこでもうね、あのクリスマスツリーがでっかり出てきてさ、もうバンドが入って、うん、どんな曲弾くのかなと思ったら、カラオケやっててさ、お客さん聞こえてて、あれカラオケで黒人、おすげえ黒人だ、この黒人はすごいといいね、ソウルなボイスだろうったら、音痴がもうどうしようもないぐらいだったりとかね、ららららら、うん、面白いよね、面白いね、うん、逆にね、まあマジックキャッスルもね、あのクリスマス消毒どんどん変わってきて、うん、ね、日に日にクリスマスなんだよ ね、あとさ、なんていうの、うん、いつも駐車場見た空き地になってるところ、うん、あの慎太郎とお寿司屋さんの対面のところにすごくだだっ広いね、はいはい、クリスマスツリー屋さんね、そう、うん、あのこのシーズンになると生の木が売ってて、すごいよね、木だけ、うん、売る市場みたいので、ね、うん、生木が売ってるのね、いつもね、いや、それとね、あと笑っちゃうのが、うん、あのキャッスル側から見たらね、斜め左前ふもとに老人ホームあるんですよ、うん、あるあるあるね、あそこがまたクリスマスの伝承すごいんだよ ね、 なんだよね、うん、こうなんだろうといつも、老人ってこんなにクリスマス好きなのかってぐらいだよね、はい、うん、まあ、あのアメリカはあのこれもね、さっき言って残念だったんだけどね、うん、要するにアメリカっていうのはクリスチャンとカトリックっていうのがいて、うん、それ以外にもユダヤとかいてね、まあ、他にもいるんだけど、モルモン教徒もいるんだよ、いろんな宗教の人がいるんだ、ね、うん、だけど基本的にあのユダヤはクリスマス全然似合わない、ハヌカーンっていう、もっとちょっと前から青くなっちゃうやつね、青いやつで、うん、なんだろう、もっとちょっと前のね、クリスマスよりも何、うん、どのぐらいか忘れちゃったけど、前の時期にずれてて、ね、ハヌカーンっていう、で前にね、この話をね、デビッド・ミンキンかにクリスマス話したんですよ、うん、まあ、俺たちはクリスマスがあることは知っていると、うん、あることは知ってる、知っているほど、クールな言い方、それぐらいね、要するにユダヤ人っていうのは
関係ないんだよ。クールな言い方だ、ね、ところがクリスチャンとねカソリックはね、カソリックの人間たちはメリークリスマス絶対言わないし、ハッピーホリデー言うよ。ただ、うん、あの教会では言うよ。ああだからえ教会の中では言う。メリークリスマスはあのハッピーホリデーでしょ。じゃないえ教会の中で私ずっと言ってたけど、カソリックの教会、うん、クリスマスで去年もメリークリスマスって言われてる。おかしいねそれ。わかんないけど、うん、でも言ってるよカソリック。俺ねあのそう去年のとこはねそうだったんだ。俺びっくりしちゃったんだよ、うん、だから、うん、一般の人に対して言わないとかじゃないの。うん、どうなんだ。あのいやそれは政治的なものも入っちゃうから難しいんだけど、うん、あのクリスマスあのキリスト教ちょっと真面目な問題になったけどね、うん、さっきと違って、うん、あの結局クリスマスってのは、うん、あのクリスチャンってのはどういう意味かって言ったらジーザスの誕生日、ジーザスの誕生日なんだよ。だから25日が一番重要なんだよね、うん、それで、マリア様がカソリックじゃない。そうね。でもそうだよジーザス飾っていや両方飾ってるだってそれはそうだけど、だから飾っていいのはカソリックだから、うんうん、だからあのクリスチャン飾っちゃいけないじゃん。まあね十字架だけだもんね、うん、だ絶対いけないんだよ、うん、要するにあの偶像崇拝ダメだから。要するにエジプトの例えばピラミッドの花装じゃったら、うん、もう何もアラブじゃなくて、ね、あれクリスチャンだったそういうの、まあねうん、そうね。だからそういう意味ではクリスチャンの派閥もいっぱいあるだろうし、いろいろあるし、その宗派は分かんないんだけど、基本的にはクリスマスを祝うっていうのはあのクリスチャンであって、うん、ハッピーホリデーっていうのはその周辺前、要するにマリア様からあのキリストまでのその前後を言うんだよね、うん。でねこれねあのアガクさんにアガペに聞いてみようかな。アガペはほら、うん、あのクリスチャンだから、まあそうだねうん、教会持ってんだよ、うんうん、すごいね。もうアガペなんかいろいろ問題起こすね。だからこうビッコ引いてきちゃった。もう素敵だよクリスチャン。いいよね、ビッコ引いちゃうんだからまあね、うん、ね、まあね、映画の人みたいな。本当アガペ来ないのかな、来てほしいな。面白そうだ ね、 ね、なんか楽しそう、うん、まあいろいろね話をしてるけど、クリスマスの時ってのは毎回ね、あのショートシーズンに行くんですよ、うん、僕はあの日本に。で今回もその時期にちょうど当たっちゃってて、残念ながら24日になった瞬間だから、俺たちのクリスマスは、俺とビル・ウッティのクリスマスは飛行機の中なんだ。いいね飛行機の中で、うん、ビル・ウッティはねクリスチャンだよ。あいやいやカソリックだよ。あそうなんだ、うん、あのちゃんとミドルネーム持ってるんだ。あこれもね面白いね。みんな知ってたかな。要するにミドルネーム持ってる人ってのはあのカソリックなんだね。クリスチャンもそうだけど、キリスト教徒はミドルネームだから、ユダヤ人とかあの持ってない。俺も持ってないよ。そうだからボビーはユダヤ人でしょ、うん、だからあのなんだか ボビー・シル・ゴールドでミドルネームがないの、うんうん、アンドリュー・ゴールデン・ハスもないんだろうな多分な。多分ね、おかしいよね面白いね、うん、まあ全然関係ないんですよね。まあそうだよね。まああの今年はあのプリンアラモード会に行きますので、ビルトをね、うん、それで何か一つ二つマジックをやります、簡単なやつ、うんうん、ねあのそれで、まあ、飲んだり食ったり音楽聴いたり、あの荒木さんのねあの音楽聴いたりなんかしたら、ねうん、いや楽しいよ、うん、なかなか変なマンションもいっぱい来るし、変なお笑いも来るし、うんうん、だからまあそれ関係なくて社交だけしようかなと思ってますね。そうだね、はい、その後は熊本行っちゃうんでね、クリスマスは我々にはないです、うんはい。でも日本のクリスマスってさ、パンパンパンとテンポよく終わっちゃうから、うん、そう、それからもうお正月モードだから、ね、お正月はもうさ、ね、今年はあの年越しは靖国神社じゃなくて花園神社行って、うん、一府っていうところだね、うん、俺と同い年のママがやってんだけど、うん、そこでまあ将棋の話しながら酒飲んで、まあ、ビルと一緒にビル何も食えないけどな、うんうん、それでその後花園神社行って、それでビルを、ディズニーランドに預けて、翌日預けて、うん、それであの託児所みたいな、もう預けるしかないもんね、だってね、うん、託児所っていう感じじゃないかな、うん、おかしいな。まあねそれはね俺も考えてどうするかわからないんだけど、うん、まあ、とにかくあのビルがディズニーランド好きなんで。好きだね、好きだね、本当ね。前回ディズニーシー行ったから今回ディズニーランドの方に行きたいんだとか言ってて、うんうんうん、で俺は分かんねえんだよなあんまり。綺麗だもんな、うん、昔はね喜んでね、うん、毎年ねあの年越しディズニーランドとかやったんだ。カウントダウン楽しいは楽しいよ。で、すごかったのはさ、カウントダウンディズニーランド一番すごかったのは8万人ぐらい入ってたよ、その時、うん、シンデレラ城の前でみんなぎゅうぎゅうなんだよ。一人が転げるとね8万人転げるの。あぶねえよあれは。怖くない。いやすげえ怖かった。だって一番下の人もとんでもない。で渋滞もすごいしね、あんなとこ行くんじゃないと思ったね最終的に、うん、何乗るわけじゃないし、それでもまあ、まあうん、混んでる日には行きたくないけど。でもディズニーランド好きな人って異常に好きなんだよな、うん、私も嫌いじゃないよ。すごい好きだったよ、うん、嫌いじゃないけど、ね、毎月行ってた時あったの。そんすごいね、頭おかくなっちゃうから好きだった。昔だけど。あ本当、マジック始める前だけど、うん、毎月。まあ俺ユニバーサルスタジオもね昔はねみんなのはあのなんだろう案内でよく行ったけど、もう今更行きたいって気ないな、ね、あんまりな、もうな、まあ、でも近いからフラット、まあ、高いよ。あのテーマパークって高すぎると思う、ね、俺それぐらいはいつも言いたいと思ってね、うん、さあそんなこと言ってる時に時間がってやました、はい、ね、これポンってやってるね、ポンってないからぶち切れちゃうね、はい。
ということで、もうすぐクリスマスということで、はい、また来週です。はい、メリークリスマス、ハッピーホリデー。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。